ユーロー。ユーロー、ユーロー、は、五感から五個十六国時代、一世紀から四世紀にかけて、外満州付近に存在したとされる民族。古の祝神の末裔とされ、義代、信代でもそのまま祝神と呼ばれ続けた。ユーローの故障は、彼ら自身の事象ではなく、矢尻、よろ、やや後の後ろく、にる、こう、ゆなどの音訳と考えられている。 関大以降は、付与に従属していたが、付与が従税を課したため、儀の期発年間、220年から226年に反乱を起こした。付与は何度か、ユーロを討伐したが、独立し、義への兆候を行った。明帝、在位226年から239年の、清流4年、236年5月、縮身、ユーロは、矢を献上した。 限定、在位、百六十年から二百六十五年の、慶元三年、二百六十二年四月、両党軍の報告で、祝神国、ユーローの剣士が十、約、二十通訳して入港し、長さ三尺五寸の弓三十丁、長さ一尺八寸の矢、石石弓三百枚、川骨鉄鎧二十両、天川四百枚を献上してきた。元三門は、 御子と乗りで勝負に帰属させ、その王に二式と、免白を賜った。武帝、在位、二百六十五年から二百八十九年の皆、0五年、二百七十九年十二月、祝神、幽老は、史跡、を献上した。当神の限定、在位、百十七年から二十二年の大公二年、百十九年八月、祝神、幽ーは、皇統。 健康に詣でて、史跡を健常した。聖帝、在位、325年から342年の時代、あと、蝶の石虎、在位、334年から349年に、上皇した。前身の府県、在位、357年から385年が、河北を統一すると、宿身、遊老は、矢を献じた。その後は、 目筆末活と名称を変えてゆく。三国志には、冬の東北線与里のところにおり、大会に命じ、南は北坂市祖と境を接し、北はどこまで及ぶのかわからない。その土地は、険しい山地が多い。気候は寒冷で、冬よりも厳しいとあり、外満州、現在のロシア連邦沿海地方の松花流域に居住した。ユーロの生活スタイルは、 その遠い諸国の中では極めて得意である。まず、有老人は地上に家を建てず、地下に縦穴、縦穴を掘り生活する。縦穴は深く、はしごの段数が多くかつ大きいほど尊ばれたという。住居を地中に構えたのは、防寒のためと考えられている。さらに、部屋の中央に置いた尿を溜めた容器を囲んで暮らし、その人尿で手や顔を洗ったという。尿に含まれるアンモニアは、 弱アルカリ性のために、皮脂汚れを落とす効果があり、古代ローマでは回収した尿で洗濯する業者がいた、ことが現代では知られている。当時の中国大陸では、そのような習俗はなく、三国史や五漢書では、その人々不潔、その人々衆へ不潔と表している。また、有老人は、養豚が盛んで、豚を主食とし、豚の皮を着物にした。 夏にはほぼ全裸でわずかな布だけで前後を隠したが、冬には豚の油を体に数センチもの厚さに塗って風や寒さを抱いだという。食事をするときに他の遠い諸国では祖父と呼ばれる食器、高月形器を常用していたのに対し、有老人は祖父を使う習慣がなく、金絵や瓶や平皿を用いて炊事や食事をしていた。五書三国では 当意の中で州族が最も無規律な者たちと記している。人が少なく険しい山に住み、州は規律に服さず、総選が巧みでしばしば近隣諸国をあだ役したとも記されている。また、友王子の大人を一つの血族が継承する州族があり、これは近隣の付与や要素が抗議による選挙で大人を選んだのとは対照的である。有老人は、 弓矢にたけており、必ず人の目を嫌てる。矢には、毒が塗られており、人に当たれば、死に至る。石製、または、鉄製の矢尻は、先端が鋭利で、血抜きあるいは毒を塗るための溝や凹みを設けており、聖な作りをしている。男性は、女性の頭に羽毛を刺し、女性と和んだらすぐに、自分の家に持ち帰って、婚礼の儀を取り行う。 死者が出たらその日のうちに木を交えて、昇格を作り、死者の糧とするために蝶、豚を殺してその上に積み、塗装する。また、男子で泣く者は、男らしくないと言われるため、父母が死んでも、男子は泣かない。最大の罪である窃盗をした者は、その盗んだ者が多かれ少なかれ死罪となる。ユーロの言語について、中国の司書は、言語は、独意と記しており、 当時の東北アジアの中でも独特の言語を使用していたことがわかる。ユーローには統一的な指導者は存在せず、ユーロー地ごとに大人、大人、部族長がいた。五国、麻布、赤玉、良質の点、ユーローの天を算出。主な食料調達手段は、漁業で漁網や釣り竿が見つかっている。ついで農耕や養豚、他には狩猟や養犬も行っていた。 近代の記録では、馬がいるが、騎乗はせず、牛と羊がいないが、多くのイノシシ、豚を飼っているとあり、家畜は彼らの財産であった。また、遺跡からは、イノシシと共に、多数の魚や犬の骨が発見されているが、牛や鹿など他の動物の骨はあまり見られない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。